ジャガーズチャンネル始まるよ。さあ、ジャガーともひろもうすぐ来るらしいです。来た来た来た。おー、はい、今日何の日でしょう。何、びっくりした。何今日は何、怖い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 、11月16日、何年、何でしょう。さあ、11月16日セクシーゾーン、おの10周年突入。わー、すごい、おめでとうございます。あ、それなの。おめでとうございます、来てください。で、え、怖い怖い怖い、何すんの。いや、こういう、もう、こういう嫌なのよ。ここに座っていただいて、うん、11月16日周年突入、セクシーゾーン10周年突入しました。ということで、うん、10周年を語ろうっていうことで、もう巻きで行こうってことで早速もう撮ってますけども、遅刻したから、あなたが、そういう、あ、そういえば、あ、びっくりした、ドッキリかなんかやるのかなと思った。違います。あ、ただ、あ、それだけなの。あなたが本当にめっちゃワクワクしてる。ちょっと銀行行くから遅れるわっていうことで。ああ、めっちゃワクワクしてる。いや、もう携帯止まりそうだったなと思って。やばい。はいはいはい。そう、10周年おめでとう。このジャガーズチャンネル、はい、3年ぐらいかってやったんだけど、あの一時期止めちゃってね。で、再スタートってのが、そうちゃんの復活からそうあのスタートしたわけです。はいはい、感動のね。うんうん、だからもう、まあ、そのセクシードンがなかったらこのチャンネルも始めてないから。そうです、あれも急に始めたわけですから、うん、ありがとうございます。とっきりということで、今回もサンキュー。それは人のギャグだから。セクシーサンキュー。そ、大好きなんですよ、僕大好きな人ですけど。サンキュー。そう、まあ、それは本当にやめてもらいたいですけど。10周年思い出語っていきましょう。あ、そういうこと。うん、いやいや、だってもう、いや、まあね、一番、うん、まあ、楽しいだけじゃない10周年だったよね、セクシーゾーンって。こんなに暗くというか、ね、もう涙、まあ、他のグループやっぱりそのメンバー抜けてとか、うん、もちろんあるけど、そういうのがなかったじゃない。そう、もう嬉しいこともいっぱいあるけど、うん、ちょっともうこの感情どこにぶつけたらいいのみたいな時期もあったり、うん、あのね、だからもうやっとこそたどり着いた10周年。もともとがさ、だからあの BY シャドウにいたわけじゃない、うん、で、BY シャドウ何、なかったことになったの。どういうこと。まあまあ、そういうところもね、もうあったりのスタートで、うん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 、なんかちょっと急にもうすぐ、まあ、ソウ君もそうだし、うん、ショリ君もね、バッとデビュー早くて、ね、そう、ちょっと戸惑いだったよね、最初は、うん、うわーってなったよね、うん、まあ、でもそっからの、うん、ただあの嵐のメンバーとかは M ステ出てきた時に、うん、これぞジャニーズの王道が来たって言っててさ、当時ね、真っ白でバラを持って、うん、ジャニーさんがバラを持たせるっていうね。いや、ほんとね、当時はまだセクシー早いよみたいな、うん、世間からの声が、うんうん、子供じゃないか、はいはい、セクシーの何をしてるんだ。セクシーの何なのか、まあ、海外だと特にそういう声多かったね。セクシーと日本だとちょっと軽いからさ、うん、意味合いが、うん、どういうことだったのが、もうセクシーよ。もうセクシーです。もうセクシーよ、ね、10周年素晴らしいよ。10周年という年月がセクシーにさせるよね、うん、ただこの10周年でお会いできたのが佐藤勝利君と菊池風磨君だけなのが、そう、僕そうちゃん会ってないのよ。こんだけ好きだ好きだ言って、まあでも伝わってるから、気持ちはそうちゃんには届いてるから、僕がそうちゃんのこと好きっていうのは、まあまあそれ届いてるだけ、まあ全然ね、お会いできてない、うん、だからね、まあ会いたいですけどね、あ、まあでも今こうやってそうちゃんの一人の仕事も増えてきたりとかしてて、そう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 、まあただね、まあまあその、まあ、マリウスの件もね、まだありますから、まあ、改めてね、これなんかせかせのこと言うのもダメダメとか、もちろんあるから分かってますけど、この中では5人いた時にまた大きな拍手を送りたいと思いますし、だってさ、うん、マリウスとさ、そうちゃんがいないでの3人とかもあったわけだから、その本当よ、
まあ、宇宙でいう、僕は宇宙で大好きなんですけど、冥王星が惑星じゃなく純惑星に格下げみたいになった時に、それで同じ感じだったもんね。いや、ピンとこないな、宇宙好きじゃないかって。冥王星が一番好きだったのに、あーなるほどね、それが急に純惑星ですみたいな。勝手に決めないでよ。勝手に決めないで、なんか勝手に大人たちの丸バツで決めやがってみたいな、うん、な感じですね。ファンは5人で、ね、そう、中居君が言ってくれたらね、代弁してテレビで、あれは最強だったね。5人でセクシーゾーンだろ、もういまだにあれ名言、もう生で見てて鳥肌。だからもう本当ね、セクシーゾーンの10周年はなんかいろんな感情がね、うん、思い出すたびに本当、いや最高の10周年だったっていうだけで終わらないのよ。そう、すごいいいんだけど、素晴らしい10周年なんだけど、うん、だからそれがまたいいよね。でも、うん、こう10年来れてるっていうのがね、いや早いね、早いな、ということは10年、もうこれからですよ。うん、まだ若いですから。でまたあの DVD も出るでしょ、年明け。そう、1月26日。おすごい、まさか永瀬廉君の誕生日に出るというね。おで、僕の誕生日が1月24日なんで、あクラゲも間に合わないっていう。でもどうにか1月24日に手に入らないかなと思って。誰かあのじゃあ誕生日プレゼントでそれ買ってもらって。そうだね、ちょっと誕生日プレゼントいつも何が欲しいって結構聞かれるんで、それ言おうかな。自分で買うのも予約して買うのもいいけど、ああ前向きに。であのこのジャガーズチャンネルでも、なんか開封動画も開封動画上げたり、そうちゃんね、うん、そうちゃん、ちょこっとちょこっとそうちゃん、そう、あれもあったよ。もう嫁ちゃんの BTS だらけの棚に置こうとして怒られるとか、いろんな、もうだから、うん、10周年だ、セクゾだけの10周年じゃなくて、共に歩んできた自分の人生の10年も思い出すわ。これもその時期こうだった、その時期こうだった、ね、覚えてるのがね、野外で静岡の営業の時に、うん、ずっとあーって勝手にあーって感動してて、そうちゃんが見た景色ですねって言ったのが、何言ってんのこの人。いいじゃん。俺新幹線でだから東京戻る時に、あ、そうちゃんいつもここで国家新幹線乗って行ってたんだなとか、これを見た景色だっつって、で、そうそうそう、あの静岡駅の、うん、静岡のあそこの椅子あるんだけど、うん、待合室みたいなところの、うん、木でできてたんだけど、そこのここにコンセントさせるのよ、うん、そうちゃんも充電してたのかなと思いながら待合室でも思ったよ。恋してるぐらいになってるけど、なんかいろんなやっぱ静岡駅って思い出すよね。静岡行ったのか、うん、はい、そう、そういうことですね、うん、これもう今日アップするの。今日もアップしよう。だからもう編集もなく、編集とかもなく、もう ノー編集で名前だけぐらい、はい、まあでもじゃあ本当じゃあ今日アップするのでよりね、はい、じゃあ皆さん今日いろいろお祝いしてると思いますから、今日一日お祝いしましょう、はい、素敵なねお祝いしましょう、一緒に10周年ね楽しみましょう、はい、でコメンもねよかったら今度ね、お天気のりさん、あ、そう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 、あでもこれまだ確定じゃないからあれだな、ちょっと一緒にライブ、僕たちのライブ出る可能性があるってだけなんで、オファーはしてるよっていうことです。もし出れたらね、セクシーゾーンからしっぱい聞けたらいいね、うん、はい、さあ、というわけでお送りしました。はい、これまでいいよ。何もないの、裏ドッキリとかないのね。裏ドッキリない。はい、OK。じゃあ、セクシーゾーン10周年おめでとう動画でした。おめでとう。まだバクバクしてる。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。